赤松康介は、愛媛県宇和島市出身の元プロ野球選手、コーチ。NPB では育成選手であった。瀬戸内高等学校から名古屋商科大学に進学すると、2年時の愛知大学野球連盟秋季リーグ戦では打力を生かして指名打者でベストナインを受賞。しかし、チームとしては2013年秋季で2部に降格し、最終学年の4年時を2部で過ごした。大学卒業後、四国アイランドリーグプラスの香川オリーブガイナーズに入団。1年目の2015年から正捕手として活躍し、香川の前期優勝に貢献するとともに、個人としても前期 MVP 及び捕手部門のベストナインに輝いた。2015年のプロ野球ドラフト会議でオリックスバファローズから育成ドラフト2巡目で指名された。赤松本人も全く指名されるとは思っておらず、香川の西田真二監督も NPB 入りへはもう1年と本人に話していたが、直前の宮崎フェニックスリーグでの活躍がアピールとなり、ドラフト会議の席上で急遽指名が決まったという。支度金300万円、年俸250万円という条件で入団した。背番号は121となった。2016年はウエスタンリーグで45試合に出場し、打率222、3本塁打、6打点の成績を残した。入団時に最大 113kg あった体重は、激しい練習等によって 102kg まで減少した。2017年もウエスタンでの出場を続け、28試合で打率250、2本塁打、8打点を残した。10月2日、球団から戦力外通告を受けた。10月31日、自由契約公示された。2017年11月15日の12球団合同トライアウトに参加。4打数2安打1三振の結果だった。2018年1月9日、ベースボールチャレンジリーグの福島ホープスに選手兼任コーチとして入団することが発表された。10月13日、現役引退を発表し、退団。入団時に体重が 113kg あった大型捕手でパンチ力のある打撃やスローイングを評価されてのプロ入りとなった。ありがとうございます。